新聞当選確実出しました。すいません、もういきなり身勝手なお願いよろしいですかね。何かその勝ったのがちゃんと伝わればいいということですよね、絵的に。そうです。はい、頑張ろう参照。頑張ろう、頑張ろう、どうする、頑張ろうですね、頑張ろう、からの姿勢ですからね。はい、頑張ろう参照。じゃあ、はい、私知っていますか。じゃあ頑張ろう参照。頑張ろう、ありがとうございます。それではですね、皆さん右手を握り拳をお願いいたします。準備よろしいでしょうか。はい、高島大丈夫ですか。行きましょう、はい、行きましょう、はい、高島芦屋市長、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、
一緒の未来に向かって頑張ろうということで、万歳の後に頑張ろう参照させていただきました。絵は大丈夫でしたでしょうか。どうですか皆さん、他もう一回やってもらいたいのかな。顔を こちらの線でどうですか。そうですか、ね、はい、はい、じゃあもう一度お願いしてみてください。じゃあ、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 一番いい角度で撮った右手に右手です。ではこれからの高島芦屋市政への期待を込めて頑張ろう、ご配慮をお願いいたします。ジャンパーをつけるスタッフはできるだけ誘導の方をお願いいたします。はい、はい、よろしいですか。はい、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それでは大変長らくお待たせをいたしました。最年少26歳で当選確実の方をいただきました高島亮介より当選第一報の第一声を皆様にお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。高島です。この度芦屋市長選挙で当選をさせていただき、この兵庫県芦屋市の市長に就任させていただくことになりました。4ヶ月にわたる政治活動、そして1週間の選挙運動、
さまざまな方々に助けていただきました。お力添えをいただきました後援会長の市川さん、そして事務所スタッフの皆様、ウグイスの皆様、ポスティング、電話、はがき、たくさんのボランティアの方々に支えていただきました。最初にボランティアスタッフ皆様に本当にありがとうございましたと、まずは感謝を申し上げさせてください。ありがとうございました。私はこの芦屋市、世界トップクラスの魅力、可能性があると確信しています。そしてこの4ヶ月でこの思いはますます強くなりました。昨日最後の舞妓納め、本当にたくさんの市民の方々が事務所前に詰めかけてくださいました。お一人お一人が貴重な時間を使って芦屋のために何かできることはないか、この町をもっといい町にするために私たちにもできるんじゃないか、そんな思いで詰めかけてくださいました。私はやっぱり芦屋市の市民力世界一だと確信をしています。私は対話を掲げて政治活動を行ってまいりました。この思いは全く揺らぐことがありません。市民の皆様との対話、そして市役所の職員の皆様との対話、研究者の方々、民間企業の方々、さまざまな方々と対話を重ねながら、この芦屋市が世界で一番住み続けたいと、お一人お一人に思っていただけるような、そんな街づくりを進めてまいります。今回、本当にたくさんの市民の方々に、お力添えと、そして大きな大きなご期待をいただきました。しかし、まだ何も変わっていないんです。まだ何も成し遂げていないんです。これからの4年間、私、高島亮介は改めて市民の皆様、市役所の真ん中に立って皆さんのお声をいただき集めながら、この芦屋市市政の舵取りを全力で進めてまいります。頑張れ。ですからどうか市民の皆さん、どうかお力添えを続けていただきたいんです。よし、声を届け続けていただきたいんです。この4月23日はスタートなんです。この芦屋が市民の皆様お一人お一人の声で変わっていく、そのスタートなんです。ですからどうか引き続き声を届けて、お力を伝えていただきたいんです。今回の選挙戦、もちろん私以外に投票された方々、そして投票に行かれなかった方々もいらっしゃると思います。私は市民のお一人お一人、誰一人取り残すことなく、皆さんの声を聞きたいんです。
聞き続けたいんです。そしてお一人お一人皆様と共にこの芦屋市を世界で一番住み続けたい、そんな街にしていきたいんです。今日は改めて決意の夜です。皆さんぜひこれからも支えてください、声を届けてください。そしてもし高島これは違うぞと、これは間違ってるぞと、そう思った時はぜひ声を届けていただきたいんです。全国最年少、史上最年少ということはそういうことです。皆さんに誰よりも近く、そして皆さんと誰よりも密に市政を担い、そして世界中どこよりも素晴らしい芦屋市にしていくことをここに誓い、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。これはマイクいただいた方がいいですか？これは使った方がいいですよね。はい。なしでいいですか？はい、お願いします。はい。まず神戸新聞さんと関わられまして、率直なお気持ちをお伺いできますでしょうか？期待だと思うんです。私はまだ何も成し遂げたわけではない、期待があるからこそここまで皆さんが支えてくださったと思うんです。身の引き締まる思いですし、そしてこれから市民の皆さんと市政を担っていくことができる、非常にワクワクした気持ちです。ありがとうございます。現職も出てて、他にも候補者2人いて4人いた選挙戦ですけれども、大変だったと思うんですが、振り返られていかがでしょうか？初めての経験でしたので、本当に最初は右も左も分からない状態で、こんなに法律って難しいんだなと思いながら進めてまいりました。本当にいろんな方が応援をしてくださって、支えてくださって、本当に私としては非常に充実した日々だったなと振り返って思います。本当にいろんな方が声をかけてくださって、車に乗っていても沿道を歩いていても、いろんな方が高島さんだねって、頑張ってねと言っていただいたので、もうその声一つ一つにパワーをもらって、勇気をいただいて進められたなと思っています。これまでも先ほども何度も言ったように、26歳で最年少市長、史上最年少市長となりますが、意気込み改めてお伺いしてよろしいでしょうか？誰よりも市民の声を聞いて、誰よりも芦屋のことを考えて、そして何より誰よりも前向きに進んでいきたいと思っています。26歳という若さをどういうところが強みにできるかなと思われますでしょうか？もうこうなった以上は年齢は関係ないと思うんです。結果が一番大事だと思いますので、年齢ではなくてぜひ結果を見ていただきたいですし、ただ若い分走れるとは思いますので、はい、そこは誰よりもフットワークは軽く進んでいきたいと思います。
すいませんすいません、市長になられてから早速こう変えていきたいところ、政策の部分でありましたら教えてください。ありがとうございます。たくさん課題芦屋にはあります。政策の冊子を作りまして、そちらにたくさん書かせていただきました。ただ一番早くスピード感を持ってというところで言いますと、 JR の南側再開発だと考えています。たくさんの市民の方々が待っていらっしゃる。交通の問題があります。課題があるんです。すぐにでも取り掛かる。そして見直すべきところは見直していく。スピード感を持って改めて取り組んでいきたいと決意をしています。ありがとうございました。これはもう私がお渡ししていいんですかね。すいません、お願いします。神戸新聞の村上です。ちょっとすいません、お伺いをさせていただいたんですけど、さっき選挙戦の話が出たんですけど、はい、取材させてもらっている中で、最初はこう若すぎるんじゃないかとか無謀だとかっていう声がどんどん変わっていったというふうにご自身おっしゃってましたけど、さっきご自身の選挙戦のお話されてましたけど、周りからのこう声っていうのはどういうふうにこう変わっていったかなって感じられました。ご自身がどう感じられたかっていうのを教えていただいてもいいですか。街の雰囲気というか。はい、ありがとうございます。街の雰囲気というところで言うと、なかなか感じるのは難しかった部分も選挙戦始まるまではあったんですが、やっぱり対話集会ですね。市内全域で全ての集会所で対話集会を行いました。対話集会1時間かけて行ったんですけれども、本当にたくさんの方々が参加をしてくださいまして、市民の方だけでも延べ300名以上、400名近く参加をしてくださったんです。いろんな質問を投げかけてくださって、その度になんだか鍛えられると言いますか、そのご質問にお答えする中で自分自身もっともっと成長しなければならないなと感じましたし、もっともっと皆さんの期待に応えられるように頑張っていかなければならないなと思っておりました。その質問がたくさんあった、その質問の声も対話集会を通じて少しずつ変わってきたのかなと、そういうふうに思っています。改めてやっぱり市民の皆さんの声を聞くということを大事にされていると思うんですけど、ちょっともう本当にほとんど被ってしまうんですけど、やっぱ市民の皆さんにどういう思いを今持たれているか、率直に教えてもらっていいですか。どういうふうにしていきたいと思いますか。市民の皆さんに対してはもう感謝の一言しかないです。本当にここまでやってこられたのは間違いなく市民の方々のおかげだと思いますし、最初は本当に一人で駅前で挨拶するところから始めたので、正直最初26歳大丈夫かと思ってらっしゃる方々多かったと思うんです。でもそこを信じて応援をしてくださった方々がいたからこそここまで来られたので、もう感謝の一言だなと。あとはでも一緒に作りましょうと、やっぱ一緒に作らなければ、ここまでのこの4ヶ月間というのはあくまで本当に助走期間だと思いますので、選挙が終わりました、じゃあもうあとは高島よろしくねじゃなくて、一緒にやろうと、これからもぜひ支えていただきたいなと思っています。すいません、こちらで選対法務長の高島修介退出します。ありがとうございました。そこで説明は多分語り尽くせないと思うんですけども、もう一つ押しというか、そのためには、何が必要かとか、もう少し何か具体的にこんな街が世界で一番、住み続けたいと思える街なんだっていう、もうちょっと具体的に説明していただければと思います。ありがとうございます。大事なのは2つあると思っていまして、1つ目がまず環境です。住む環境です。もう一つはそこに住む人、隣人と言ってもいいかもしれませんが、その2つ重要だと思っています。この芦屋市も本当に自然環境が豊かで、国立公園がすぐ近くにあると、国立公園の中に住めると、そういう部分でもそういう場所もあるくらいです。
この自然環境の豊かさをどのように豊かな住環境の中で守り続けていくのか、ここまず一つ非常に重要だと思っています。もう一つは人です。どんなに素晴らしい環境下でも一緒に暮らす方々とうまくいかなかったりとか、一緒に暮らす方々の間がうまくいかないというのはなかなかこう住み続けたいとは思わないと思うんです。ですから私は地域のコミュニティ、市民の方々のコミュニティというところを非常に重視したいと思っていまして、私も例えばだんじりですとかお祭りにも参加よくしてるんですけれども、お祭りも残っているというところもそうですし、それ以外の小さな例えば自治会の活動もそうですし、小さなそれこそ、まあ、何でしょう、例えば芦屋カリスとかも芦屋にはありますけれども、そのような小さなこう市民の方々の取り組みとか活動というものを大切にしていくというところが地域の人仲間づくりになるんではないかなと思っているので、その環境と人両方大事だなと思っています。ありがとうございます。これ外って聞こえてますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。そういった法案に対してどういう今回その指導電子対面賞という挑戦というのはどういう法案に対してのメッセージですか？史上最年少市長ということですが、若者の政治離れ進んでいると言われています。どのような若者のメッセージになると考えますかというご質問です。間違ってないですかね？ありがとうございます。今回ボランティアで本当にたくさんの若い世代の方々が手伝ってくださいました。でここに来ているだけでも本当に相当な人数いましたし、そして個人的にすごく嬉しかったのが、街頭演説に18歳未満の方々がたくさん聞きに来てくださったことだったんです。今日も多分18歳未満の子たちが何人か来てくれてると思うんですけれども、最初はなんか若い人出てるなでもいいと思うんです。でもその積み重ねの中で政治というものに関心を持っていただければなと思っています。一つだけ付け加えるとすると、私はこの政治離れというのが社会を変える成功体験のなさに起因していると考えているんです。どういうことかと言いますと、自分の身近な社会で自分が起こした行動によってその社会が変わったという経験ってほとんどないと思うんですよね。私は学校の校則、これを中学生の皆さんと一緒に考えていきたいということを政策の冊子にも書いたんですけれども、これが一番実は大事なんではないかなと思っているんです。学校というのは身近な社会だと思うんです。その中で自分の行動によって社会のルールが少し変わる、もしくは社会のルールを一緒に作る、このプロセス、この成功体験を皆さんに持っていただくということが、ひいては政治や社会への参画につながるんではないかなと思うんです。ですので、まあ、若者の政治離れと言いますが、若者を若者扱いせずに一人前の一緒に良い街を作る仲間として、この芦屋市の中でも一緒に活動を進めていきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、お願いします。議会との対峙の方法ということだと思います。ありがとうございます。まず大前提として、市長と市議会議員の方々というのはどちらも市民から選ばれた存在ですし、どちらも市民の代表です。ですので、対峙というよりも車の両輪とも言われますけれども、お互いに切磋琢磨をしてこの市政を、芦屋市を良くしていく、その仲間だと考えています。その上で私は今回政策集も出しましたけれども、芦屋市を世界で一番住み続けたい街にするというビジョンを持って、具体的な政策を持って今回選挙に挑むことができました。まずはこの政策についてもきちんとご説明をして、できるだけご納得いただけるように説明と対話を尽くしていきたいなと考えていますし、もうひたすらこれは対話を続けていくというところに尽きるなというふうに考えています。ありがとうございます。年上の方がいらっしゃると思いますし、その中でリーダーシップを発揮するという形になると思うんですが、どんな形で接していこうとされるんでしょうか。
ありがとうございます。職員の方々との関係性というか、どのように接していくかというお話です。ご質問です。ありがとうございます。これも対話に尽きると思います。私は2019年に市役所の中で3ヶ月間インターンシップをしまして、いろんな職員の方々とお話をしたんです。その中で、なぜそもそも市役所の仕事についているのか、なぜこの仕事をやっているのかということをいろんな方に質問をしたんですね。いろんな答えが出てきて、でも皆さん根幹に市民の皆様のことを考えてらっしゃる、その思いというところに私はすごく感銘を受けたんです。市役所職員の方々とも対話を続けて、例えば働きやすい環境づくりもそうですし、どのようにすれば一緒に芦屋市を世界で一番住み続けたい街にするか、これ私のアイデアだけではやっぱり不十分だと思うんです。市政のプロフェッショナルたる市役所の職員の方々ともいろんな形で対話を重ねて、いろんなご意見をいただいて、ご指導もいただきながら進んでいきたいなと考えています。ありがとうございます。ありがとうございました。